ウィース。どうも、仙道です。本日も FIFA 22のキャリアモード、日本人だけで欧州を席巻する企画やっていきます。本日、チャンピオンズリーグのピエモンテカルチョ戦、ユベントス戦です。まずは順位表を確認しておきます。CL の順位表こちらです。もう崖っぷちです。残り2試合、ピエモンテ戦とアランヤスポル戦残ってます。奇跡の決勝トーナメント進出へのシナリオを説明しておきましょう。まず我々は残り2試合、絶対に2連勝します。そしたら勝ち点が9になりますと。で、2位争いのライバルはアランヤスポルだと考えていて、まずアランヤスポルは今節はマルメ FF との対戦、ここはね、おそらくアランヤスポルが制すると思います。なぜなら前回対戦ではアランヤスポルが3対2で制しているからです。なので今節アランヤスポルがマルメに勝ったら勝ち点9になりますと。そして最終節は我々との直接対決で、ここを絶対に我々が制して勝ち点9で並ぶと。ということで得失点差での争いになるんですね。で、現在の得失点差見ると、我々マイナス6、アランヤスポルプラス3だからかなり差あるんですよ。なので残り2試合大差での2連勝を求められているという状況です。ただね、今の我々ならそれが実現可能だと考えています。というわけで、まずは試合前の記者会見臨んでいきます。はい、記者会見。前回の対戦ではピエモンテに大敗しました。いや、そうなんだよ、 4-0 とかで負けたよね確か。今回勝利できるかと、もう絶対しなきゃいけない、できるかとかではない、今回流れ変えられそうですか、全力をくっつくすだけです。もうね、チームは勝利だけを目指していく。というわけでユベントス戦いきましょう。まずはスタメン発表です。キーパー川島、ディフェンスライン右から酒井、庄司、冨安、長友、アンカーに遠藤、インサイドハーフ右に鎌田、左大島、3トップ右から堂安、古橋、アイジェです。もう現状考えられるベストメンバーで組んでます。スタミナもマックスでコンディション万全です。ユベントスのスタメンはこちらです。今回ガヤがダブルボランチの一角に入ってるね。前回右サイドハーフだったよね。その代わりベンタンクール右サイドハーフになってるわ。これは謎采配だな。そしてなんて言っても警戒するのはモラタ、ディバラの2人ね。前回ほんとチンチンにやられたから、この2人の縦関係は本当に警戒したい。じゃあ試合行こう。バチャーマジでやろうぜ。この2人マジ警戒な。ディバラ、モラタ、さあ試合スタート。頼むぞマジで。でも自信あるよ、今の俺らのチーム状況に関しては。4連勝中、自信持ってこう。やりきるだけ、やりきるだけ。さあ上がってきたモラッタがいきなり来たけど、これは大丈夫、戦えそうだ。鹿島落ち着いていくよ。結構プレス来るな、結構プレス来るね。オッケー、言うと頑張れ、ボールロスさすんな。オッケー、純ちゃんに託してキープできる。一回右サイド振ります。オッケーオッケーオッケー、落ち着いて戦えてる。ドアに当てよう。オッケー、で、ダイレで落として、純ちゃん、じゃなくて、りょうた。ちょっと、一回、強豪、出せないか。惜しい、惜しい、惜しい。たぶん、入りは悪くないよ。全然悪くない。止められてる、止められてる。いい、入り、入り、入り。さあ、堂安、強豪に出せないか。さあ、ディバーラが中盤でボール持つ。ダブルボランチにマジでガヤがいるな。いやー、左サイド振られて、ガヤも上がってきてんだよ。落ち着いてけ。ディスチャ来て、ヒロキの D 頼ま。サイドバック上がってくる。鎌田もディフェンスしよう、しっかりしよう。打たすな、マジで打たすな。オッケー、体張ってナイス D。 さあ堂安がダイレクトで落とすけど大地が拾う。さあ一回強豪に当てる。いいよ、ナイスキープ、出せねえか。で上がってきた、モラッタが来た、モラッタが来た。おぶね、いい、危ねえ、危ねえ、マジで怖い。もう絶対勝とうぜこの試合は。本当にアレックサンドの攻撃参加、これでも上がってきてるってことはね、チャンスであんだよ。ボール奪えたら、ボール奪って早い攻撃仕掛けられたらチャンスなんですよ。繋いでいくよ。 OK で、これは純ちゃんに出していいんじゃない。いいね、いいね、いいね、マジでいいよ。これちぎれね、ダニーロそんな速くないんじゃない。クロス出して OK、 コーナー OK。 さあコーナーキックをニアスラシしたいな。ヒロキがスラシってあるぞ、ワンチャンか。庄司、庄司打て、いや止められたか。惜しい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 。ちょっと待って、線路2人映っちゃいの。いやこっからの鬼ボレー、誰これ、亮太か。亮太そんなアスレチックなボレー打つんだ、無謀な角度からのアスレチックボレー。さあコーナーキック、再びニアで1回ボールもらってきた、今日いいよ。いやー枠がいっちゃったか、ちょっと強かった、シュート入力が。いやでも全然今日戦えるよ、惜しい。いやこれマジで決めたかった、てか決まったと思った。リスチャ来る、
だここはね酒井が大丈夫だと思うんだよね。ここ2人絡んできた時がめんどくさい。アレックス・サンドロン絡んできた時がだるくて、ちょっと大ちゃんとかも来てほしいんだけど、オッケーオッケー、ナイス頑張り。さあショートコーナーできたか。キエリーニあたりの頭も怖いんだよ男キエ。まずい、怖い怖い怖い、いやーやられた。ラビオのニアへのシュート、うーん先制許したか。まずいぞ、マジでまずい。いやてかアラン・ヤスポルも奇跡の敗北とかしてってほしいんだけど、マジで頼む。やばい、いやこれ入るか。ラビオの右足ズドン、いやマジで取り返す、取り返すしかない。集中してく、純ちゃん、いや長友、亮太、渡る、第一位名前言ってるだけ、亮太、純ちゃん、いや一回キープしてくよ、全然いい全然いい。亮太じゃなくて遠藤渡る、亮太強豪、裏抜け無理か。いや今ナイス走り出しちゃった。さあディバラが上がってきて、ベンタンクール、ディバラが絡んでくるよね。今んとこもらった後のそんな関係性はないからいいんだけど、だそこを警戒していた関係性じゃないとこから失点したのがね苦しいよね。まずいよ、もらったが待って、オブヌ左足おもちゃ、次左サイド来るよ、右サイドかな、オッケー、これユウト取れるだろう。ゆうちゃんなんだよそれ、しっかりクリアすんならしよう、クリア頼むぞ、オッケー。ボールトラップしよう、トラップしよう、パスするわ、ダイレクトパスして、いえやべ最悪、まずい、これもらったが来るよ、あぶねあぶね、今ナイス D した、多分読んで予測して先に動いたけど通されたパス、ただここはエイジの肩でセーブ、ナイス。いやーマジで取り返さないとまずいよ、ショートコーナー、赤や抜いてくるか。さあここバイタル警戒、バイ待てよ、危ねえ危ねえ、本当にうまいんだよこのコンピューターは、このペナルティーエリアのペナでのつなぎが本当にうまいんだよね。またここバイタル来るよね、でつないでくるよね絶対、ここデリフトならいいよ、キャッチしてほしいな。ちょっともう終わろうぜ、ロスタイム1分経ってるよ、終わろう、オッケー、もう終わろ、終わってよ、マジで失点したくないここでは、やべ、あ打たすな、もう終わろうぜ、あぶね、何本バー叩いてんだよ前半で。はい、前半のスタッツこちら、かなり押されてるけど一応我々のチャンスいくつかあったから、そこ確実に決めよう。はい、後半スタート。おい、トミヤスなんだよそのパス、今俺ヒロキに普通に出そうと思ったのに、最悪だぞこのミスから失点したら、やばい、下がれ、まずい、マジでやられる、マジでいかれるって、危ね、マジでミスからの失点はやめよう、ほんとこのリアクションなるわエイジも。さあどうしよっか、これまずい、ほんとボール奪え、どこで奪えばいいのか分かんない、やばい、ユートが頼むよ、うわーいい展開だけど OK、 走ってくれた、ヒロキがトレーチェック行って、いやー振られてるって、危ねえ、シュートコースギリギリ入って、カウンター行こう、一回大ちゃんに預けて、リツいいよ、ナイス、強固に通んね、これ通ったらでかかったけど、オッケー、プレス行って蹴らせて、拾いたいけど無理か、集中してボールもう一回奪ってじっくり攻めるしかないよ。モラッタが来るよ、ディバラも来る、ユウトがチェック、オッサイはこれ、オッサイはないか、危ねえ、ナイスユウト、ベンタンクルアウトで、あれかな、クルゼフスキかな、これは。さあ、コーナーキックシンプルに上げてきたか、オッケー、両太これ拾えそう、あ、拾えないか、苦しい、マジで苦しい、やばい、ディバラ、ここでつなぎが本当にだるいんだよ、これは頑張れる、おし、チャンス、行こう、一回強豪に当てて、率に出そう、パスちょっと雑だったけど、オッケー、さあ、キエリーニが、これ怖い、これシンプルに上げるわ、なんだそのクロス、さあ、大ちゃんから亮太、いいパス通ったよ、さあ、ユウトから、これは亮太に出して、いいぞ、強豪フリー、無理か、そのパスは、いやー、やばい。
攻められてる、やばいやばいやばい、頼む、もうここで失点したら終わるぞ、本当に本当に終わるよ、集中集中集中、言うと取れねえか、よしよしよし、カウンターカウンターカウンター、一回縦当てて通ってくれ、うーん、やばいやばいやばい、終わってしまう、あと10分、勝ち必要だぞ。アラン・ヤスポルが奇跡の敗北だったらまだここで負けてもチャンス1あるけど、多分勝つもん、多分勝つし、なんとか引き分けまでは持ち込む、最低でも。やばいやばいやばい、待って、マジでボール取れないって、これやばい、終わる終わる、ナイスエイジ、ナイスエイジ、ナイス、マジで最高のセーブ、それは伸びたな、伸ばしたな、今いいね、エイジ。さあちょっと2枚替え、タックミと仙道投入します、堂安と亮太をしまうと、いいよ、庄司から言うと、さあ縦入りました、うん、パス雑だな、やばい、あとロスタイム2分、こっからマジノーカットで戦うよ、ボールバイボールバイボールバイ、やべえ奪えね、取れね、キエーザも来てる、いつの間にか、やばい、時間あってくれ、ない前に蹴って、おっ、だいやー、俺らはどうなんだ、負けててくれ、湧いてる、ユベントスは湧いてる、こいつらは確定したのかな、これで決勝 T 進出が、我々はどういう表情だ、負けたけど、アラン・ヤスポルが負けててくれればワンチャンある、一応試合通してのスタッツこちらです。いやー、防戦一方だったの強かったな。評価点こちらです。まあ今日はいいとこなかったね。エイジが 7.1 か。愛し合い後のインタビューです。これで決勝 T 進出がなくなりましたとか言われるのかな。言われないね。厳しい試合だったと言えるでしょう。本日の試合どこがいけなかったのでしょうか。いや、なんだろうね、マジでボールが取れなかった。ゲームプラン通りにはいきませんでした。下がるか、頼む、マジでチャンスあってくれ。険しい表情。ドリームチェイサーズ2戦の勝利を奪うことができませんでした。うん、ピエモンテのが強かった、正直。で、これまだ言及されないっていうことは、まだチャンスあるか。で、どんどん士気が下がってる。頼む、マジでチャンスあってくれ。質問しないで。おし、マジでゲームのことについてしか聞かれてない。ワンチャンあるぞ、これ。こちらチャンピオンズリーグ順位表です。決勝 T 進出の夢。告げました。いや、アラン・ヤスポルドローだったから、せめてピエモンテに引き分けていればまだチャンスあったのに。ピエモンテに引き分けていれば得失点差が9差、得失点9覆せばよかったから、 5-0 でアラン・ヤスポルに勝てばいけたのに。エル率いるアラン・ヤスポルに 5-0 で勝てば一応決勝 T 行けたのにな。ただね、 CL のグループリーグ3位になればヨーロッパリーグ行けるよね。だから最後はアラン・ヤスポルに勝ってヨーロッパでの戦いを続けていこう。はい、続いて今後の日程です。次回はプレミアの万有戦ですね。あのカラバオカップでの敗戦の借り返そうぜ。12月の日程はこのようになってます。じゃあ今日はここまでにしましょう。チャンネル登録とか高評価してもらえると嬉しいです。それではありがとうございました。失礼いたします。